キノコチャンネル。皆さん目の前にイボテングタケがあります。この傘の上のですね、イボがちょっとね、尖り気味なのがイボテングタケの特徴で、さらにですね、この下のつば、この部分が一周ここがねしてないので、イボテンでいいかなというキノコです。見てください、このメルヘンな見た目で、さらにね、上にもイボテンがいます。皆さん目の前にザ・テングタケ、これはですね、なんと横に葉筋もあります。でさらにずれるとこちら、今出てきたばっかりの赤ちゃんもいます。でこのテングタケ、下にですね、袋状のツボでしっかりとしたツバがあるんですけど、イボがないのでちょっとね、ヒダを見てみましょう。でヒダがほんのりピンク色なんですね。なので多分卵テングタケモドキというキノコです。